雨上がり下の宮迫です。そして、はい、お願いします。お願いします。一時ちょっと前ですけど1週間ぐらいで2000人ぐらいかな、登録者が減った瞬間があって、今140万人でしょ、はい、そこから150、200、まあ、まあ要は200万人をとりあえず現状一番目指すべき場所だなっていうので動いてるけど、今後どうしていけばいいのかなっていうのを改めてちょっと聞きたいなと思って、今日はちょっとお寿司を放送しながら、はい、ちょっといろいろお話聞きたいなと思いまして。だから僕のチャンネル見たら毎日動画出すじゃないですか、うん、登録者2000人ぐらいいます。2000人減るんですけど毎日2000人ぐらい増えてるんですよ。そういうだからプラマイゼロで3000人増えた時はプラス1000になるって感じなんですよ。だから動画出したら減るんですよ絶対。だから僕はもう YouTube やって8年ぐらいになるんですけど、正直タイトルとサムネイル思いついた時点で大体どれぐらいの再生数いくかって分かるんですよ、はいはいはい、だから、まあ、正直4月とかは、まあ、再生数、まあ、300万を狙うような動画は上げてなかったんですね、まあ、100万ぐらいいくかなみたいな、はいはいはい、とかを出してあげてなくて、でもここからは200万300万狙える動画を、うん、もうは狙って上げていこうっていうのを考えてて、うんうん、なんかその目標みたいなのを決めるのがいいかもしれないですね。結局去年もこんなこと言うてたし、うんうん、でもまあこれってもう YouTube ある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 でみんな同じようなこと悩んでますよ、うん、そうやね、口に出さないだけで動画にしないだけで同じような悩み持ってて、どうしたらいいどうしたらいいってなってると思いますね、うん、僕はだから普段困らないようにネタを温存してるタイプなんですよ実は、だからもう正直セーブしてるんですよね普段も。でちょっと、うんうん、あこれちょっと流れ欲しいなってタイミングがあったら僕もめちゃくちゃ抱えてるやつがあってネタで、はい、こんなの 100% 誰がやってもヒットする、宮迫さんがやっても僕がやっても誰がやってもおそらくミリオン行くだろうみたいなネタを僕山ほど温存してるんです実は。でそれをここぞって時にスッと掘り込むっていうので再生数をもうコントロールしてるっちゃコントロールしてるんですよ。これ何個かいくらかで譲ってくれお寿司美味しいですねこここのお寿司屋さんでちょっとなんか譲ってくれ軽いやつでええねんけど結構ねコメント欄にヒカルに頼りすぎやとかいろいろあるんですけども、ガンガン頼っていきます宮迫です。